團十郎ファミリー旅に出ます。市川團十郎白猿。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログを更新、12月29日家族で旅に出た様子を公開した。旅に出ます。荷造り終えて旅に出ます。家を出ましてドライブ中。もう着くね。着きそうです。カンカン寝てましたね。寝癖ついてます。なんかすごくですね、お日様が当たっていい感じですね。ピカピカしてますね。布団で飛んでます。2ヶ月お疲れ様。いろいろ我慢して過ごしたからね。今日は思いっきり楽しんでくだされ。旅館のホテルのですね、このベッド楽しいですよね、子供たち。布団で飛んでます。温泉入って寝てご飯にしよう。海最高ですね。晩ご飯。私が20年以上通ってるお店へ召し上がれ。二人はこちらに2回目です。エビ、見ると思う。そうか、團十郎か。と、さあ、旅館へ。美味しそうなやエビですね。のんびり、ちと勉強もコーヒータイムですね。ゴロゴロ、早めにゴロゴロ、寝るかな。この投稿にファンの方からは、舞台に立つときは大人の顔負けの真剣な顔、こうやって無邪気に遊んでる姿は普通の小学生。スイッチのオンとオフすごいなぁ。もうすっかり篠之助さんなんですね。これからも頑張ってくださいね。応援しています。長いお付き合いですね。カンカン引き継がれていくのかな。美味しそうなお寿司いっぱい召し上がれ。キャー、素敵なお風呂。團十郎さんもボタンさんも篠之助さんもたくさん癒されて心と体幸せを感じていただけますように。ブログ越しにこちらも幸せ気分です。と多くの温かいコメントが寄せられていました。仕事終わりの旅行は良いもんですね。市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画を最後までご覧いただきまして心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて一本一本動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。